男性ファン急増中。ナンバーアンダーライン愛の楽曲が若者に与える影響と魅力を徹底解説。好きな、ナンバーアンダーライン愛の楽曲ランキング。第2位は、強盗1位は。ナンバーアンダーライン愛というグループは、元キングプリンスの平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人が結成した新たなユニットです。2024年1月1日にデビューシングル、をリリースし、 わずか3日間で1000万回再生を達成するという驚異的なスタートを切りました。タイトルの「GOT」は「Greatest of Alltime」を意味し、彼らが目指す最高のパフォーマンスを象徴しています。この曲は彼らのラップとダンスが融合した魅力的な作品であり、YouTube のデイリーランキングでも日本国内外で1位を獲得するなど、その影響力の大きさを示しています。さらに、2024年5月にはミニアルバム ノーリングをリリースし、その中に収録された「ボンは、平野翔さんがプロデュースした楽曲で、リリース初週で6万120回のダウンロードを記録しました。この楽曲もまた、MV が公開からわずか1日半で1000万回再生を達成し、日本人男性アーティストとしての最速記録を更新しました。「ボンは日本の伝統文化を取り入れつつも、海外のリスナーにも親しみやすい楽曲となっており、 そのバランスの取れたアプローチが評価されています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単に楽曲の質の高さだけでなく、彼らの一貫したコンセプトとぶれない信念に基づいています。彼らは元グループから受け継いだ教えを守りつつ、新たな挑戦に挑み続けています。この姿勢は多くのファンに支持されており、特に男性ファンからの支持が増えていることが特徴的です。例えば、26歳の息子がカラオケで、 ボンを歌った際に、友人たちも皆知っていて盛り上がったというエピソードがあります。これは、n バーアンダーライン愛の楽曲が特別なファン層だけでなく、広く一般のリスナーにも受け入れられていることを示しています。また、ボンウやゴートなどの楽曲は、ただのエンターテインメントにとどまらず、彼ら自身の経験や感情が反映された作品となっています。平野翔さんが、夢の続きを生きていると表現したように、 彼らの楽曲には深いメッセージが込められています。このようなパーソナルなアプローチが、ファンとの強い絆を築いているのです。現代の音楽シーンでは、単なる音楽の提供だけでなく、その背景にあるストーリーやアーティストの思いが重要視されています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らがこのトレンドを理解し、楽曲制作に反映させているからこそ実現したのです。彼らはこれからも進化し続け、 さらなるる挑戦を続けるこ,とでしょうこのように、ナンバーアンダーライン愛の楽曲はその音楽的クオリティとともに、彼らの情熱やメッセージが込められた特別なものとなっています。これからも彼らの活動に注目し、応援していきたいと思います。あなたの好きなナンバーアンダーライン愛の楽曲は何ですかまた、彼らの音楽にどのような影響を受けましたかぜひ、コメントで教えてください。 彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、深く感じ取り、共感できるものであると感じます。強盗の力強いラップやダンス、ボンの伝統とモダンが融合したサウンド、それぞれに彼らの個性とクリエイティビティが色濃く反映されています。これらの楽曲が特に男性ファンに支持されている背景には、彼らのぶれない信念と自己表現の自由があるのかもしれません。さらに、彼らの音楽が持つ力は、 単なるエンターテインメントを超えて、リスナーに深い感動やインスピレーションを与えています。平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人は、かつてキングプリンスという大きなグループの一員でしたが、ナンバーアンダーライン愛として新たなステージに立つことで、それぞれの才能と魅力をさらに開花させています。この過程で得た経験や教訓が、彼らの楽曲に深みを与え、聴く人々に強い印象を残しているのでしょう。 例えば、ボンのリリース初週におけるダウンロード数6万120回という記録や、MV が1日半で1000万回再生を達成したことは、彼らの楽曲がいかに多くの人々に愛されているかを物語っています。これらの数字は、ただのデータに過ぎないかもしれませんが、その背後には彼らの努力やファンの熱い支持があるのです。特に、平野翔さんがプロデュースした、ボンは、 彼のクリエイティブなビジョンとリーダーシップが光る一曲であり、ナンバー・アンダーライン愛の新たな象徴となっています。また、彼らの音楽が持つ普遍性も注目すべきポイントです。ボンのように日本の伝統文化を取り入れながらも、海外のリスナーにも親しみやすい楽曲を作り上げることで、彼らは国境を越えてファンを増やしています。このバランス感覚は、 彼らが世界を舞台に活躍するアーティストとしてのポテンシャルを示していると言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの楽曲が特に男性ファンに支持されている理由の一つとして、彼らの楽曲に込められたリアリティとエモーションが挙げられます。平野翔さんが夢の続きを生きていると語ったように、彼らの音楽には自身の経験や思いが色濃く反映されています。このようなパーソナルなアプローチが、ファンとの強い絆を築いているのです。 音楽は時に言葉を超えて感情やストーリーを伝える力があります。ナンバー・アンダーライン・アイの楽曲もまた聴く人々にさまざまな感情を呼び起こし共感を生み出しています。彼らの音楽に触れることで自分自身の経験や感情と重ね合わせ新たな発見や気づきを得ることができるでしょう。これからもナンバー・アンダーライン・アイの活動に注目し彼らがどのように進化していくのかを見守りたいと思います。 彼らの音楽があなたにとってどのような存在なのか、どの楽曲が特に心に響いたのか、ぜひシェアしていただければ幸いです。音楽を通じてつながるこのコミュニティで、一緒に彼らの成長を応援し続けましょう。あなたの好きなナンバーアンダーライン愛の楽曲は何ですかまた、彼らの音楽にどのような影響を受けましたかぜひ、コメントで教えてください。 ナンバーアンダーライン愛の未来は非常に明るいと感じます。彼らがこれからどのような楽曲を生み出し、どのように成長していくのか、その過程を一緒に見届けていきたいと思います。彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、その影響力が広がることを期待しています。そして、彼らの新しい挑戦やクリエイティブな活動が、私たちにさらなる感動やインスピレーションを与えてくれることを楽しみにしています。 あなたもぜひ、彼らの楽曲を聴いて、その魅力を感じてみてください。彼らの音楽があなたにとって特別なものとなり、日々の生活に彩りを与えてくれることでしょう。音楽は人々をつなげ、心を豊かにする力があります。ナンバーアンダーライン愛の楽曲もまた、その一助となることを信じています。最後に、彼らの音楽があなたにとってどのような存在なのか。 どの楽曲が特に心に響いたのか、ぜひシェアしていただければ幸いです。音楽を通じてつながるこのコミュニティで、一緒に彼らの成長を応援し続けましょう。あなたの好きなナンバーアンダーライン愛の楽曲は何ですかまた、彼らの音楽にどのような影響を受けましたかぜひ、コメントで教えてください。